とね、でも地元の藤原那須をちょっとなんか大きく取り上げたいですね。そろそろなんか地元でいいとこ見せてもらいたいという、うん、まあそれには師匠のアワーの存在があるんですけど、私にはね、アワー大好きですからね、自分はね、あんまりフライングも多いからちょっと女子の面倒でも見ろって言うんで、女子を何人か押し付けられたんだね。まあ簡単に言うと本人は師匠って感じじゃないから、ただまあ、アワーはね、例のごとく3度使えませんからね、今ね、プロペラがないからね、しょうがないんだけどね、やっぱり叩き替えるとってガンガン叩くわけいかないから、ちょっとずつだから、そうじゃないとひびが入っちゃうらしいんですよね。